岩木合戦は、日向国の新色岩木で行われた伊東氏と島津氏の戦いである。日向を一時的に退去した伊東家家診断が守る新色岩木を島津氏が侵略した戦いで、耳川の戦いの前哨戦として、天正6年の7月と9月の2回にわたって行われた。新色岩木は、日向国中部、現在の宮崎県小遊軍基上長石河内にあった、城で、 伊藤四十八条の一つ。1568年頃は、長友源次郎が上司を務めていたとされる。なお、現在、城石は、武者の工事寂圧が理想教として開設した日向、新しき村の敷地となっている。a 六年間、伊藤四十八条に代表されるような映画を誇った、日向の伊藤義介であったが、1572年の、 木崎丸の戦い以降衰退し始めると、1577年に至って、ついに、島津市の侵略に耐えきれず、北九州の大友総林を頼って、家臣と共に、日向から文語へ一時的に退去した。これによって、島津義久は、日向の多くを手に入れ、北九州を治める大友総林との対決は、避けられない状況となった。他方、 文語で義シを受け入れた総林は、その要請に応じる形で日向への出兵を決定。それに先んじて、まず1578年2月に大友軍先法を、日向北部の門川へ送り込んだ。この際、義シの命を受けた伊東家家臣団がこれに同行し、翌3月には、伊東家家臣の長倉助政、山田総将らが同じく日向北部の岩木に入場し、 日向北部から文後へと侵略する、島津軍に交戦する構えを見せた。同年6月、吉助の命によって岩城は集築され、城の守りを任された、長倉助政、山田総将らは、伊藤家、家臣600名と共に、島津軍に備えた。これを聞いた、島津義久は大友軍との合戦を前に、岩城を落とすため、総大将、島津忠長、島津幾、 伊集院忠宗らに兵七千は余りを与えて、岩木へと送った。七月六日、岩木へ到着した、島津軍はこれを攻め始めるも、岩木は三方に急流を備え、背後には険しい山を背負った天然の要害であり、工場は混乱を極めた。島津軍は攻めかかるも、城を守る長倉助政、山田総称指揮官の伊藤軍の激しい抵抗により、 島津軍は500名余りの戦死者を出し、さらに副将、川上則久が討ち死に、総大将、島津忠長は左ひいち親で射抜かれて、重傷を負うなど帰り討ちにされ損害が拡大したため、島津軍の移住院忠宗は、諸将と協議した上で城の攻略を断念し、佐渡原への撤退を決定した。この戦いの結果はすぐに、文後にも報告され、長倉助政、 山田総省雷東家家診断には、大友義宗から感情が送られたが、大友氏からの大規模な援軍を得ることはできなかった。7月の戦いで敗北し、城の攻略に失敗した、島津軍であったが、およそ2ヶ月後の9月15日に、島津以を対象とし、島津忠長、伊住院忠宗、平田高僧、上井格県を副将として1万余りの軍勢を、持って再び岩城に攻めかかった。 島津軍は川を渡るため、大木を切り集めて、川底に沈め浮き橋を作り、弓や鉄砲を打ちかけて昼夜問わずの攻撃を行ったが、岩木を守る伊藤軍も、頑強に抵抗を続け、10日余りに渡る激戦となった。しかし連日に渡る戦闘で、岩木の兵糧は底をつき始め、また、援軍の到来もなかったため、九月二十九日、伊藤軍の長倉助政、 山田総将はついに城を明け渡し、伊藤軍は角川へと撤退した。半年に及ぶ岩木での抵抗が終了した後も、多くの伊藤家家臣が日向国内に在留、集合し、大友軍と合流するなどして、継続的に島津軍へ激しく抵抗した。特に長倉助政は大友軍と通じながら独自に兵を上げ、 島津軍の背後を脅かし撃退するなど抵抗したが、続く耳川の戦いで大友軍が敗北したことで、大友軍に合流していた伊藤家家臣も、大友家家臣と共に戦死したほか、その他の伊藤家家臣も大友軍と共に、日向から一時的に文後へと退去した。ありがとうございます。